2年生の中村ファインプレーがありました。こちらもシステムは 4-4-2 です。藤崎と坂のセンターバックコンビ、サイドバックは右に川本、左に藤山、中盤は松尾と真田のダブルボランチ、右サイドに川島、左サイドにキャプテンの田村大輝、そして今大会の注目ダブルエース浅野と田村翔太はそれぞれ J クラブの広島と湘南に入団が内定しているフォワードです。その浅野が外にはたいた左サイド、藤山が上がってくる。13番の藤山、一気に前へというボール、一旦落とした。ボランチの真田がつないで前へ、ふわりとしたボール。さあ四中高もダブルエース、奥寺さん注目の選手が出てきましたね。そうですね、はい、この2人にいかにしてボールができるか、そこがやはりあの中盤の仕事になりますね、はい、16番のこちらが浅野。さあ今映っているのは四日市中央工業高校の OB 小倉貴文さんです。はい、小倉さんも70回の記念大会で全国優勝をこの選手権で果たしました。高学園応援席ですが、昨年の夏甲子園で奪三振賞を演じたエースの松井選手も応援に来ているんです。はい、松井選手はですね、この全国に臨むサッカー部の部に対してレベルの高い場所だと思うが、自分の持っている力を出し切ってほしいですというふうに語っていました。左サイドの8番の菅本、対応するは3番の藤崎です。しっかりと見て真下へ、さあこれもダイレクトのシュート、中村が弾いてもう一度シュート、2度のファインセーブ、中村健吾、4中高の守護神。よく飛びましたね、日本ともね。いや、前半の立ち上がりもいい守備がありました。ここもよく反応しました、はい、まずはこのシュート1本目、さらに橋本のシュートも今ディフェンダーが前にいて見にくかったと思うんですが、そうですよね、田村大輝が取りました。佐藤さん、はい、東光学園、さあここは四中高弾いたボール、シュート打てるか、左足のシュート、川島のシュートは長津が弾いた。後半1本目のシュート、四日市中央工業、うん、ファインプレーですね。ここはよく左足、左利きの川島ですが、しかし長津も触りました、ね、いや、そうですね、いいシュートでした。シーブ触りましたね。中村俊輔選手に実は憧れていると話していた川島、さあコーナーキックです。ゴール近づく、ボール決めた、ゴール1点返しました、四日中央工業。コーナーキックから4番の坂、3対1になりました。後半の13分、ついに風上の四日市中央工業1点を返しました。そして引き締まった表情、このシーンです。最後はあの体ごとというところですかね。そうですね、はい、よく来ましたよ。お父さんも実は四中高の OB、 坂喜恵介が決めました。2年生です。佐藤さん、はい、ゴールが決まった瞬間の四中高ベンチ全員が立ち上がって、まずは拍手で、すぐさま樋口監督が伝えたのは、この調子でつなげていくんだという指示でした。はい、今のはセットプレーからの得点でしたが、やはり四中高の強み、つなげていけ。そうですよね、はい、もう絶対自分たちのサッカー返しちゃいけないと思うんですよね、はい、さあこれで3対1、2点差になりました四日市中央工業。佐藤さん、はい、1点決められました東光学園なんですが、2番の大田ですね。ここは17番の田村翔太から中井のボール、クリアしている東光学園。だんだんとこの風上の四中高のリズムになってきましたでしょうか。そうですね。さあそしてこちらがチームキャプテンの東光学園佐藤健太、ベンチからのスタートですが、この人懐っこい明るい性格で1年間まとめてきました。ピッチの上では2番の大田がまとめてきた東光学園。先ほどコーナーチックから1点を返した、これもいいボールだ、あっという間に1点差、坂の連続ゴールで3対2、1点差になりました四日中央工業。この三沢のボルテージももう最高潮です。いや、怖いですねセットプレーは、はい、これも坂、打点の高さ、ヘディングではもう誰にも負けない、相手より早いタイミングで飛んで、この空中を支配したいと話していた坂、今日はその通りの働きですね。はい、今
もさらにギアが上がったという4中高ですね、はい、上げていこうということだし、さあちょっと嫌な位置ですね。このさらにこれはセットプレーのチャンス、左利きの6番川島か、右の18番キャプテンの田村大輝か、守るはゴールキーパー高校生の長津2年生。ファーサイドで選手が固まっている。どんなボールか、田村大輝の右足、流れたボール、これは入ったがゴールのわずかに右、田村がここは翔太が飛び込んでいきました。ダブルエース浅野と田村、これでようやく1本目のシュートとなりました。嫌なボールですね、もうディフェンス、俺が点を取れば変わると話していた樋口監督です。はい、佐藤さん、佐藤さん、はい、4中高ベンチな、4中高応援席なんですが、去年のキャプテン国吉雄介さんがいらっしゃいます。で2点差ちょっと厳しいんだけど、まだ時間はある、自分たちにはできなかった全国制覇を絶対に後輩にやってほしい、逆転を信じていますと話していました。去年はディフェンダーとして全国この選手権の決勝の舞台にも立った国吉さんも見守っています。非常にこの序盤、大会序盤注目を集めた東光学園対四日市中央工業の戦い、去年準優勝を経験した選手が8人残った4中高ですが、ここで涙を飲むことになりました。打つ力、ダブルエースの浅野、そして田村翔太、そしてその思いを引き継いで東光学園は今度は3回戦に向かいます。両チームともに練習試合、そしていろんなフェスティバルという交流戦を含めて交流を図ってきた両チームです。今握手を交わして思いを伝えました。